大岡氏は、武家、家族だった、日本の士族。江戸時代に仁屋が正大名となり、維新後には両家とも死者区下に列した。家門は、大岡七宝。大岡氏の出自は、関西重修所家府によれば、鎌倉時代、摂政、九条教術の後営忠敬が、三河国八名、氷堺里京に住み、後道軍の大岡里に移り、名字を大岡と称したのが、 始まりとするがかり棒とされる。ケイズ山陽によると、忠孝のことされる、大岡善吉を思想とする。戦国時代に入り、初代当主、大岡忠勝の代に、三河の松平氏へ仕えた。大岡家系府では、この忠勝が本家初代となる。忠勝の、忠氏の意味名は、松平広忠に由来し、大岡氏代代の通字となった。初代、 忠勝の三男である二代目、当主、大岡忠政の代には、広忠の子、徳川家康に仕え、家康の関東入国に従い高座軍邸村に、治業二百国を与えられ、本願地都市、後には、同軍の大曲村、高田村を加え六百余石となる。忠政には四戸があったが、長男、大岡忠だは、関ヶ原の戦いにおいて戦死し、後を継いだ。 忠政の次男、大岡忠行も大阪夏の陣において討ち死にしたため、忠政の三男、大岡忠世の長男を大岡忠主が忠行の養子として本家を相続した。また忠世は父忠政から大曲村を分与され、一家を起こしたほか、忠政の四男、大岡忠義も高田村を分与され、一家を起こし、大岡氏は三夜に分かれた旗本の家系となった。 元六六年、忠義の孫にあたる大岡忠孝の着難、大岡忠志品が、第五代将軍、徳川綱吉の怒りを買い、遠投に処され、さらに元六九年、中州の子、大岡忠秀が、上役、大万党の高力忠宏を殺害して、自陣したことにより一門連座して、平門に処されるなど、逆風の時代が続くことになる。しかし、第八代将軍、 徳川義宗の時代となって、忠孝の四男であり、忠だ世の子、大岡忠だの養子となった、大岡忠介助が出て、江戸南町奉行として活躍。その功績によりに太体平藩一万国の大名に取り立てられたほか、旧大将軍、徳川家重の時代になって、忠義の系譜から、側用人となった、大岡忠光が出てこれも岩月藩二万三千国の、 大名に取り立てられた。以後、この庭は幕末まで続き、西太平藩の最後の藩主、大岡忠敬、岩月藩の最後の藩主大岡中間のいずれもが、明治2年、藩籍奉還で、藩知事となり、明治4年、廃藩地検により、死者へと列せられた。西太平藩を治めた大岡家の分家、後に宗家。大岡忠義や、大岡忠敬の四男。 大岡忠助が、宗家、大岡忠実の養子となり、第八代将軍、徳川吉宗に取り立てられ、三河国の片たにした平一万国の大名となった。後に、本来の宗家である、大岡忠行家は断絶したため事実上の僧侶家となり、大岡忠勝を初代と数える。廃藩治憲後、明治17年に死者区に列した。 大岡施爵間の邸宅は、東京市麻布区群村町にあった。歴代当主、大岡忠勝大岡忠政大岡忠世大岡、忠真大岡忠助大岡忠吉大岡忠常、大岡忠も大岡忠臣渡る大岡中愛、大岡忠隆、大岡忠明大岡忠綱大岡、忠助大岡秀夫婦用紙、小に大岡三木忠、大岡忠房を師祖とする。 上ズ勝浦藩、武蔵岩槻藩を治めた大岡家の文家。家門は同じく、大岡七宝。歓迎十年に、大岡宗家当主、大岡忠政の三男、大岡忠義が、第二代将軍、徳川秀忠の娘、東福門院に近似して、2300余席を与えられたことに始まる。忠義の子、大岡忠房の総尊。 大岡忠光は、第九代将軍家中の側用人となり、か佐国国泉郡勝浦一万国の大名となる。あと、武蔵国埼玉軍岩月に二万国で違法された。あとに、中方の第二三千国加増され二万三千国となった。廃藩治験後、明治十七年に大岡忠之と同じく死者家となった。大岡死者家の邸宅は、

八名軍芸都市村及び中売村、富岡村下坂入、中売、現、新城市、中売、及び同市、富岡坂入、売山、中屋敷、売川、など、売川流域の地域家族体幹観光会 1990P276 家族体幹観光会 1990P408 張間安守藩主、小笠原町、 王子の四男、ありがとうございます。